この着地かっこよくない？すくけてあげよう、助けてあげようか。オッケー、消えねえんだけど、消えねえんだけど、どうしたらいいのこれ。なんだこの攻撃、何飛ばしてんだこれ。ロックオン、オラ簡単すぎにも程があるだろこれ。やってやんよオラ。星5しか取れねえわこのゲーム。行くぜ行くぜなんて言うほどの難しさはないなこれ。よっしゃ行くぜ。はいどうも、脳筋パンダです。今回はですね、アンディフィーテッドというゲームをやっていこうかなと思っているんですけども、このゲームね、3人のね、たった3人の学生が制作したゲームらしくて、学生ですよ、でしたらしくて、で、まあ、ヒーローをね操作するような感じのゲームらしいんですけど、たった3人で作った割にはものすごいクオリティらしくて、でね、一時期ツイッターでも話題になったのかな。そのゲームが完成したということでね、ちょっとやってみたくなっちゃって、はい、今回選ばせていただいたんですけども、まあ、どんな感じのゲームなのかね、ちょっと今からやっていこうかなと思います。レッツゴー。おー、いきなり爆発。そう、ヒーロー系のゲームだからね。ロボットがいるぞ。画質はなかなかだな。画質はなかなかひでえな。おお、なんだこいつ、バカかっこいいじゃん。まあ、ヒーローだ。うわっ、潰されたぞ。どうすんだ、助けるのか。助ければいいんだな。 F で救出アクション、困っている人を見かけたらすくたすんすくけてあげよう、助けてあげような。オッケー、よし、助けるぞ。大丈夫か。おお、なんだこれ、なんだこいつ、どんな、なんだこの技、やば。こいつがボスか。あ、かかってこいよ、どんだけでもかかってこい、やってやっからよ。敵が近くにいれば自動で吹っ飛ばしてくれるぞ。マジそんな単純な。バカかっこいいんだけど、なにこれ、やば。おらおらおら、おお、爽快すぎだろ。もうどうした、戦ってやるよ。わっ、飛んじゃったやん。うわっ、飛ばれたらさすがにきつい。追っかけるぞ、行くぞ。あ、行くぞ、やってやんよおら。おい、かかってこい。加工上昇。え、どうやって攻撃するの。攻撃無理。ロックオン、ロックオン、ロックオンだけでいい感じこれ。追っかけるだけでいいの。え、飛行中、お、右クリックで空中遠距離攻撃、移動しながらでも撃てるぞ。無敵じゃねえかこれ。おらおらおら、なんだこの攻撃、何飛ばしてんだこれ。おら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 、弱っ。弱っ。空中オア飛行中でクリックすればスーパーヒーロー着地。マジでやっちゃっていい。ドスンと、あれどうすんの、こっから、こっからやりゃいい。ドスン、うおかっこよすぎんだろこのゲーム。やべえこれ、そらヒーローだもんな、こんだけ歓声受けてもうなずけるわ。この着地かっこよくない？ランダム、フリーボード、ランダムで3種類の事件が発生するぞ。着地、お、なんだテロリストがいいんじゃねえか、おいバッカ野郎、この街を荒らすんじゃねえ。よし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 、火事をしっかり火消そう。どうやって消すの。え、消えねえんだけど、え、消えねえんだけど、どうしたらいいのこれ。 F、 あ、そっか F だったな、忘れてた忘れてた。 OKOKOK。 あ、マジか、お前らなんでそんな普通に素通りしてんの、やばいだろお前ら。オッケー、大丈夫か。ん、
このクエストは己の腕を試すものだ。現在2種類実装されてるぞ。マジで？もうどんどんクエスト受けていこうか。じゃあここか。着地。さあ何が始まるんだい。ディストラクションチャレンジ。制限時間内、制限時間以内に全てのオブジェクトを破壊しハイスコア狙え。お、45万点を取れば星5なんだ。任せろ、やってやるよ。チャレンジスタート。 OK、 壊してこ。はい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 、クリックだけでいける。もう俺何にも操作してないんだけど、クリックひたすら押してるだけっていうね。なんだこのゲーム、おい、簡単すぎにも程があるだろこれ。クリックしか押してない。あ、やばい、あ、終わった。これで星5言われてもな。俺クリックしかしてねえからな今の。マジかよ、キャラ立ってんな。制限時間以内にリングをくぐりハイスコアを狙え。ほう、もう絶対ハイスコアしか取れる気しかしないけどな。一回やってみるか。え、何もう始まってんのこれ。リング通過でカウントスタート。任せろ、行くぜ行くぜ。これちょっと待って、行くぜ行くぜなんて言うほどの難しさはないなこれ。ほら、真ん中取ってればいいんでしょこれ、どうせ。おい、簡単すぎねえかこのゲーム。まあでもね、無料のクオリティだからね、これで無料だからまあ許せるわこれなら。いや、学生にしてはよく頑張ったんじゃねえのこのゲーム作ったの。まあまあだと思うよ。高評価押しとくわこのゲームに。はい、クリア。もう星5しか取れねえわこのゲーム。むしろどうやったら星1になるのか教えてくれよって感じだわ本当に。なんか光ってんだけど、マリオのマークがあるんだけど、マップに。どうしたらいい、何が始まるの。お、ミッションスタートだ。お、ボス戦か何かか。お、なんだ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 、俺とやろうってのかお前。お、ボス戦じゃねえかこれ。ボスは 10m 以内に近づくと逃げてしまうぞ。え、遠距離攻撃 でしか倒せないの。マジか、ロックオン。あ、待って待って、飛べね。よっしゃ行くぜ、おら。うわ、意外とむずい。おら、おら、俺の遠距離攻撃受け止めろこら。お前全然俺に攻撃当てれてねえからな。あれ、遠距離攻撃を一定数当てるとボスがスタンするぞ。スタンしてる間はスタン、お、近距離攻撃今だ、おら、くらえくらえ。かっこいいな、おい、なんだこれ、なんかドラゴンボールみたいだな、なんかすげえ。おい、これカメハメハ撃てるんじゃないそのうち。そうでもないか。あ、これは今遠距離攻撃のパターンだ。じゃあ、おら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 、お、スタンしたんだお前、おら、くらえ。何が起きてるのかもう全然わかんねえわこれ。お、ボスのオーラが強くなると必殺技を使ってくるぞ。この技が街に当たってしまうと。マジで、どんな技よ必殺技って。弾き返す、どうやって。待って待って、あ、今ので弾き返してたの。よくわかんねえんだけどこのゲーム、なんなのマジで。もう意味がわかんねえわ。お、許さねえからな俺、町の住民傷つけるやつマジ許さねえから本当に。おっしゃ、もう体力ねえぞ。よっしゃ、お、まだ持ってねえ。サマーだぜ。ボスやったよな今ので。あそこぶっ倒れてるのボスだろ今の。ヒーローランクが A 以上になると必殺技が使えるぞ。必殺技を使うためには1秒以上ダッシュして遠距離攻撃だ。え、この映像に映ってるのが必殺技なの、よくわかんねえな。え、終了した感じ。なるほどね。まあまあまあ、あれだよね、一段落ついた感じだよねこれ、このゲーム。なんだこれ。いや、まあまあまあ、あのね、正直、なんで似たようなやつがいるの、ここ。兄弟か何か、これ。めちゃくちゃ似てんだけど、こいつ。
似てはないか。あのね、このゲームやってね思った感想がね、すごくね、まあ、爽快感すごいし、まあ疾走感もすごいゲームというかね、まあ、そんな感じのゲームだったんですけど、ただね、簡単すぎにも程がある。本当になんか手応えを、やってる手応えを感じない。ただマジでそのなんだろうな、そのね、敵を倒した時とかのその爽快感っていうのは結構面白いっていう風には思ったかな。うん、まあ、そんな感じでね、学生さんたちこの作品を作り上げたのは、たった3人で作り上げたのはね、ほんと素晴らしいと思います。今後も頑張っていただきたいですよね。もっともっとクオリティの高いゲームを作れるように頑張っていただきたい。何様だっていう話なんだけど、はい、てな感じで、今回はここまでにしとこうかな。はい、もしねこの動画がいいと思ったら、高評価の方と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。